はい、次にご紹介する本はこちらです。ユングの宇宙人、UFO、未来、シンクロニシティというこちらの本なんですが、なかなか難しい本でしたが、子供の頃から宇宙人大好きな僕にとってはとても面白い一冊でした。まず最初の方はですね、ユングの、心の仕組みというものを、リンゴを例えに使って分かりやすく説明してくれています。そしてその次に、面白かったのが宇宙人グレイ、皆さんご存知でしょうか。宇宙人グレイというものは、どういう存在なのかというものを事細かく実は検証しておりまして、最終的なところ結論としては、宇宙人グレイも UFO も人間の、集合無意識というものが作り出したというような話に落ち着いています。そしてそういうものを生み出したじゃあ脳というものはどのようになっているのかということを、量子力学というものを使い説明するという部分なんですけれども、ここで最近、量子脳というものについて何冊か本を読んでいるんですが、一番分かりやすく簡潔に書かれていたのがこの本だったと思います。この宇宙人とかユングについてお好きな方は多分面白いと思いますので、お読みになってみてはいかがでしょうか。ありがとうございます。